水市全体へと運行エリアを拡大させた。富山地方鉄道や下越ーバスの廃止代替バスや、新規路線などにより、路線網を拡大し、合併後1年間の試験運行、その後半年の実証運行を経て、2007年4月1日より、本格的に運行を開始した。全21路線、総運行距離 445km と、 単一市町村によるコミュニティバスとしては日本でも有数の路線網を誇ったが、九大門町及び旧大島町を中心とする便の多くはデマンドタクシーに移行し、2013年6月1日改正時点では全18路線の平日のみ運行4路線、と日宿日のみ運行1路線に縮小された。2016年10月3日より例。 万中央幹線が運行を開始し、2016年10月時点で、全19路線となった。路線網の一部は隣接する富山市、高岡市にまたがっており、富山市内では、奇襲店並びに、富山短期大学前及び、呉羽高校前のみの停車だが、高岡市の牧野地区においては、伊水市同様の密度で停留所を置き、地域の足となっている。 2021年1月の豪雪の影響で、同年1月8日夕方に全線運休し、翌1月9日から1月13日まで5日間、終日運休、1月14日から一部路線の運休及び運行ダイヤの減便、一部バス停の乗り入れ中止やルート変更などを行った上で順次、運行を再開し、1月26日に全線運行を再開した。 悪天候による運休は運行開始以来発となる。実際の運行は、下記の三社のバス事業者に委託されている。括弧内は、各社が担当する路線の番号。なお、当初は、富山地方鉄道や下越の大バスも運行を、受託していたが、いずれも運行から撤退している。市内の鉄道駅である万葉線、西陣港駅。 愛の風と山鉄道線小杉駅、越中大門駅及び隣接する富山市の呉れ葉駅のいずれかと接続している路線がほとんどであり、利便性の向上が図られている。他にも、旧新港市の伊水市民病院が路線網の中核として位置づけられている。ダイヤや運行ルートなどの詳細は、公式サイトのルート図、時刻表を参照。 零、中央幹線一、新港、大門線二、新港、本港線三、七味、作り道経由詳細線四、塚原、作り道循環線五、新港、越中大門駅線六、新港、呉羽駅線七、新港、小杉線八、大島、小杉経由大門線九、浅井、大門経由小杉駅線十、串田、大門経由小杉駅線十一、小杉駅、 水戸県経由大門線。12、小杉駅、金山線13、小杉地区循環線14、小杉駅、太閤山線15、小杉駅、白石経由足洗い線16、小杉駅、大江経由足洗い線17、海洋丸パークライトレール接続線18、堀岡、片口、経由小杉駅線通常の路線とは別の運賃形態であり、1日県。 定期券は利用できない、など、ありがとうございます。